こんにちは、リリナナです。最近日中はまだまだ暑いんですけども、朝とか夜だいぶ気温が下がってきたような、涼しくなってきたなっていう感じがして、で私は季節の中で秋がもう大好きなので、ちょっと秋っぽい感じの小物入れを作ってみようかなっていうことで今回作ってみました。こんな感じの模様になっています。葉っぱというか木というかっていう感じなんですけども、ちょっと秋をイメージした感じの小物入れになっています。で毛糸でも全然可愛いと思うんですけども、まだやっぱり日中暑いと思うので、コットン糸でも全然編めるので、お好きな糸で編んでみてください。これグリーン系で編めば春とかにもいいかなって思ったりします。はい、では材料です。セリアさんのニューエンジェルコットンのカラーナンバーが10番、こちらを2本取りで編んでいきたいと思います。2玉使っていきます。かぎ針は6号針の 3.5 ミリを使用していきます。はい、ではエンジェルコットンを2本取りにして編んでいきます。鎖編み16目でスタートします。楕円を編んでいきます。一度キュッと引き締めたら、ここから鎖編みを16目、1、2、3、4、鎖編み16目編めました。でそしたら楕円を編んでいきます。で楕円の編み方がわからないなという方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。で1段から7段まで編んでいきます。最終段が70目にしていくんですけども、こちらの模様は7の倍数で作っていくので、最終段が7の倍数になるように、もしサイズ変更される方は編んでみてください。では1段から7段まで楕円を編んでいきます。はい、7段目まで編んできました。で7段目まで編んで、横がだいたい15センチぐらいで、こちらの幅が8センチぐらいになっています。で少しスチームを当てているんですけども、これは全然やらなくて大丈夫なので、私はちょっとピシッとさせたかったのでアイロンをかけておきました。はい、では次は8段目。8段目は細編みの筋編みを編んでいきます。鎖1つで立ち上がって、で根元の向こう側1本だけを拾っていきます。頭全部ではなく、向こう側1本ですね。ちょっと小さいんですけども、キュッと入れて細編みで、次の目も奥の1本だけに針を入れて細編み、前に筋が残るように1周細編みを編んでいきます。1本だけを拾って細編みをぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと一周編んできました。で、引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れます。この時はもう2本、頭全部に針を入れてしまって引き抜きます。で、これで8段目が編めました。次、9段目から細編みを編んでいきます。9段目、10段目で細編みを編んでいこうかなと思います。鎖1つで立ち上がって根元から頭を全部拾って、今度は細編みを編んでいきます。では上に書いてある段数まで細編みを編んでいきたいと思います。はい、10段目まで編んできました。で次は11段目。11段目で模様を編んでいきます。まずは鎖1つで立ち上がります。で引き抜いたところと同じところですね、1目めに細編みを1つ、で次は長々編みを編みます。1回2回、針に2回糸をかけます。でそしたら今細編みを編んだところの1、2、3目め2目飛ばして3目目の1段2段下がったところ
1段2段2段下がってですぐここに穴があると思います。1段2段で右から入れて左に出します。1段2段下がってちょっと左のところにあるここですね、ここに右から入れて左に出す。でこのまま糸を持ってきます。で2本ずつ取っていきます。2本で2本。でこれで長々編みが編めました。で次は細編みを3回編んでいきます。裏側を見てここに細編みが入っています。で2目目を飛ばして3目目から細編みを3回1目飛ばす感じですね。1目飛ばして細編みを1回、2回、3回で次はまた長々編みを編んでいきます。入れるところはここですね。今入れたところ、長々編みを入れたところと同じところに編んでいきます。1回2回引っ掛けて同じところに右から入れて左に出します。でこのまま糸を持ってきて2本ずつ でこんな感じで V になりました。で次は細編みを入れたところがあるんですけども、その裏をちょっと見ると分かりやすいですかね。細編みを編んだところで1目飛ばして次に細編みを編みます。1目飛ばさないと目がどんどん大きくなってしまうので、でこれで1模様になります。全部で7目になっています。1、2、3、4、5、6、7、7目で同じことを繰り返します。またまずは細編みを1つで次長々編みを編みます。1回2回引っ掛けてで今細編みを入れたところから数えて1、2、3目目、3目目の1個2個2個下がってちょっと左側の足ですね、1、2、2個下がってすぐ針が入ると思うので針を入れて左側に出します。で糸を持ってきて2本ずつ取ります。1、2、3、2本ずつ取ってで下に下げるとどこに入っているかちょっと分かると思うので、ここに入っているので1目飛ばして次から細編みを3回編んでいきます。1、2、3で次は長々編み1、2、2回引っ掛けて同じところに入れます。右から入れて左に出す、同じ目ですね。で糸を持ってきて2本ずつ2本、2本、2本で下に下げるとここに今細編みが入っているので1目飛ばして次に細編みを編みます。でこれでまた1模様で繰り返します。細編みと V を作る感じですね。両隣に細編みでここに V を作る。でまた次は細編みで1、2、2回引っ掛けて1、2、3目目、3目目の1段2段2段下がったところのちょっと左寄りのところですね、針を入れて2本ずつで下に下げるとここに入っているので1目飛ばしてここから細編みを3回1
1、2、3でまた同じところに長々編みをします。右から入れて左に出す、2本、2本、2本で、ここに入っているので1目飛ばして細編みで、こんな感じで繰り返します。細編み1、2、2回引っ掛けて1、2、3目目の1段、2段、2段下がって右から入れて左に出します。で2本ずつで下に下げて、ここに入っているので次の目、飛ばしてその隣から1、2、3細編みを3回で1、2、2回引っ掛けて同じところに針を入れて長々編み、長々編みの表引き上げ編みという感じで編んでいきます。でここに入っているので1目飛ばして細編みで、これをくるっと編んでいきたいと思います。細編みで1、2、2回引っ掛けて1、2、3、3目目の1段2段下、右から入れて左に出す、糸を持ってきて長々編み、左から2本ずつで下に下ろして、ここに入っているので1目飛ばして細編みを3回、1、2、3、1、2、2回引っ掛けて同じ目に右から入れて左に出す、で長々編みで、今ここに入っているので1目飛ばして隣に細編みという感じでくるっと編んでいきたいと思います。はい、くるっと編んできました。この V を作って最後は細編みで終わっています。で引き抜いたところがあって立ち上がりで、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。でこれで11段目が編めました。で次は12段目、12段目はまずは鎖一つで立ち上がります。で細編みを1回2回と編んでいきます。根元に1回、でここの長々編みをしたところにも細編みで、次は長編みを編んでいきます。1回引っ掛けてで1目飛ばして次の目の1段2段下がります。ちょっと隠れているかもしれないんですけども、1目飛ばして隣ですね、ちょうど真ん中の部分、ここの1段2段下がったところに入るところがあるので右から入れて左に出します。ここに長編みを編んでいきます。2本、2本で、今度は今入れたところのずっと上がっていって、この頭、ここに細編みを編みます。目数で言うと1目飛ばしてその隣 V の真ん中、ここに細編みで、次はまたこっちにも長編みを編んでいきます。引っ掛けて同じところに長編みを編みます。ここの同じ目ですね、右から入れて左に出します。糸を持ってきて2本ずつで、後ろの1目を飛ばしてこの長々編みの頭に細編みを編みます。次の目にも細編み、これで1模様になります。下の
V の上にまた V を作るイメージで編んでいきます。まずは細編みを1回で、この長々編みの上にも1回で、ここの間の3目で V を作っていきます。長編みですね。引っ掛けて1目飛ばして、次真ん中の部分、ここの1段2段下がります。ちょっと隠れているかもしれないので開いてあげて、1段2段下がって右から入れて左に出すと持ってきて、長編みで真ん中に細編みで、また長編みを編みます。同じところですね。で長々編みをここに編んだところの上に細編み、次の目にも細編みで繰り返します。細編み、ゴミが、で長々編みの頭に長編みで、この3つのところに V を作ります。引っ掛けて1目飛ばして V の真ん中、ここの1段2段下がったところ、1段2段下がって右から入れて左に出します。長編みの表引き上げ編みをしていきます。で今入れたところの真上、一番上の頭に細編み、真ん中のところですね。でまた長編み、同じ目に入れます。で長々編みの頭に細編み、隣の目にも細編みで、こんな感じで編んでいきます。ちょっと浮き出た感じになってきました。細編み細編み、引っ掛けて1目飛ばして、次真ん中の部分に1段2段2段下がって長編みの表引き上げ編みをしていきます。真ん中には細編み、引っ掛けて同じ目に長編み、ちょっと太いと大変なんだ。大変なんですけども引っ掛けてしまった。で今度は長々編みの頭で隣の目で、こんな感じで編んでいきます。真ん中に V を作るイメージでぐるっと編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと端の方まで編んできました。で引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。これで12段目が編めました。次は13段目、13段目は真ん中に長編みを編んでいきます。長編みの表引き上げ編みなんですけども、鎖一つで立ち上がって、まずは細編みを3回1、2、3で、ここの中心に引っ掛けて1段下がって、ちょっと隠れているかもしれないんですけども、ギュッと開いてあげて1段下がって右から入れて左に出します。で針をちょっと硬いかもしれないですね、引っ掛けて長編みの表引き上げ編みで、次1目飛ばします。1目飛ばすのが結構分かりづらいかもしれないんですけども、ここの長編み、この長編みの頭からですね、細編みを3回1、2、3
で、これで人模様になります。ちょっと葉っぱのような木のような感じの模様ができました。で、繰り返します。細編みをまずは3回、1、2、3で、次の目で長編みの表引き上げ編みを編んでいきます。今まで2段下がっていたんですけども、引っ掛けて今度は1段だけこの間にあるので、真ん中の1段下がって右から入れて左に出します。で、長編みで、ここの長編みのところから細編みを3回1、2、3で、こんな感じで繰り返します。1、2、3で、真ん中に長編み1段下がって、下がったところにこう針をこう沿わせてあげるとスッと入るところがあると思います。足の部分なんですけども、で、左に出す。で、長編みで、ここの長編みの頭から細編みを3回1、2、3繰り返します。1、2、3で、引っ掛けて1段下がってキュッと長編みで、ここの長編みの頭からまた細編みを3回、1、2、3というような感じで編んでいきます。くるっとこんな感じの模様を入れていきます。はい、くるっと端の方まで編んできました。で、引き抜いたところがあって、立ち上がり最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、これで13段目が編めました。で、模様はこれで一つの模様になります。なので、またどんどん続けてもいいし、このまま上に少し細編みを入れて終わりにしてもいいしという感じで、私はなるべく低めな小物入れにしようかなと思うので、この上に細編みを編んでいきたいと思います。まずは14段目ですね。鎖一つで立ち上がって、一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。ではぐるっと編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと一周細編みを編んできました。で、一番最初の目に引き抜きます。で、次は私はこれで終わりにしたいので、引き抜き編みをしていきます。一番最後は引き抜き編みじゃなくても、バック細編みでもねじり細編みでも何でもいいんですけども、お好きなように仕上げてみてください。では、このまま引き抜いたところの隣の目、2目目に針を入れて引き抜きます。で、最初の目にマーカーをつけておきます。で、次の目から1目につき1つずつ引き抜き編みをしていきます。ではぐるっと編んでいきます。はい、一番最後の目まで引き抜き編みを編んできました。で、そしたら糸処理できる分残してカットします。このまま引き抜いてしまってもいいんですけども、私はチェーンつなぎでつなげていきます。糸を引き抜いて、マーカーがついているところに針を入れます。で、こちらの糸が出ているところと一番最後の目、こちらに針を戻します。で、このまま後ろで糸処理をして、他の部分も糸処理があるところは
ト処理をしておきます。はい、こんな感じでできました。でちょっとアクセントにボタンをつけています。で小さなものなんですけども、だいたい横が16センチぐらいですかね。でこちらが10センチ弱ぐらい、高さが4センチぐらいになっています。でこちらは、まあ、どんな糸でも編めると思うし、毛糸でもすごく可愛いと思います。でもやっぱりまだ日中が暑いので、ちょっとコットン糸ででも秋っぽい感じで仕上げてみました。ちょっと低いんですけども、その間にこう模様が入っていて、でちょっと秋っぽいかなって思うんですけども、どうでしょうか。もしよかったら作ってみてください。では今回はコットン糸でちょっと秋をイメージした小物入れを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。